多分ね、ビビる、絶対ビビる。すごいな、めっちゃおいしい。教えてくださいって言ったら、このシードレスバーがねおすすめですということなので行きたいと思います。いいとこ教えてくれやったわ、おいしそう。最高な場所、ありがとうございます。せっかく来たんですけど調べが甘かった。鎌倉の由比ヶ浜とか茅ヶ崎サザンビーチもそうなんですけど、この周辺の海水浴場はワンちゃん入水禁止になるみたいなんですよ。ブジュが泳げなかったから文句言ってる、うーんって。さっきからここはですね、サザンビーチ茅ヶ崎の海水浴場です。かき氷を食べることにしました。ウイチュー、ちゅーちゃんは涼しいなワンちゃんのお水とお菓子をいただきました。抹茶白玉ミルクか。狙ってる人一人、ここにも一人。なんか夕焼けの海もいいですね。だいぶ落ち着けるよ。ウズからしたらワンちゃんが目の前にいるのに遊べないって生殺しと一緒なんですよ。宇宙、おやつ食べる？はい。食べないよ。まだしつこいな、もうワンちゃんいい日から。めっちゃ怒ってんねんけど。食べない。
よ。はい。はいはい。わーん、なんていうの。吠えないよ。これは遊びたくて、今ワンちゃん呼んでるんですよ。でもダメって、遊べないよって言って。ボール行っちゃった、あっち。本日ご紹介するのはジャックラッセルテリアの女の子、ランちゃん1歳です。ランちゃんの特技は段ボールの蓋を開けること。上手に口を使って器用に開けていきます。ガムテープもへっちゃらです。飼い主さんとのコンビプレイが際立っております。とっても賢いお手伝い犬、ランちゃんでした。ワントも募集中。インスタグラムの DM までご連絡ください。たくさんのご応募お待ちしております。